K-1 ワールドグランプリ2016アンダー65キロ日本代表決定トーナメント準決勝第2試合を行います。アコナ177センチ、64.8キログラム、日本 K-1 ジムチームドラゴン、山崎秀明。1回戦難敵ソーダを下し、この準決勝進出です。黄金の拳山崎秀明。赤コーナー175センチ、64.8キログラム、日本 K-1 チーム五反田、久保優太。1回戦ノーマンとの戦い、苦しんでの判定勝利。さあ笑うのはこのあと決勝に勝ってからです。赤コーナー久保優太、対する青コーナー山崎秀明。中村さん、この2人は初対決、はい、そうですね、はい。山崎選手がね、結構過去にねサウスコアでちょっと苦戦してるところもあるので、はい、この久保選手と戦った場合どうなるのかなと、そこをちょっと僕はちょっとポイントとして見たいですね。そうですね、決勝で待っているのは野入正明です。画面の山崎は野入と2005年8月名古屋で対戦し敗れています。一方の久保は野入とは2勝1敗。しかしその決勝の舞台に立てるのは一人です。サウスポー左遠いミドルキック出してきた赤いグローブの久保。まさとさん、やっぱりこのプレッシャーかける力は強いんですね。そうですね、すごいプレッシャー強いですね。あとやっぱああいうテクニックがうまいです。今みたいな首突き側のパンチとか、うん、意外と嫌なもんなんですよね。平子さん、いかがですか。そうですね、山崎選手のちょっと変則的なパンチも持ってますから、久保選手の手でやりづらい相手続くなっていうのが心境あるとは思うんですけど、はい、うわすごい思いっきり蹴っていった。山崎選手パワーありますよね、うん、やっぱり完全に65キロの体になってますね、うん、あとやっぱ山崎選手も行くときはもうフルスイングでも楽しみに行きますからね。左ミドルで腕を殺しに行く久保、まあ、久保がこれ51戦目となります。一方山崎選手はこれが30戦目。いいローキックですね。ゴーヘンス得点、ここは無理をしません。久保を中心に右に自分が回っていくのが山崎、青いグローブ、そちら側から蹴りが飛んできます。平子さん、この間合いどう見てますか。それこれもお互いにお互いにしかわからない制空権のねやり合いがあるんでしょうけども、うん、一方山崎選手の強い踏み込みのローから右フックなんかもね警戒はしてるんでしょうか、それをいなすテクニックって持ってますからね、この選手は。ハイキックに対して今軸足払おうとしたのが山崎。このサークリングしながらですが、いつお互いが仕掛けるか。3分3ラウンド制です。この準決勝までは1ラウンド中2度ダウンを喫すると KO 負けとなります。入れないのか、まあ、お互いやっぱり結構距離っていうか、はい、大事にするタイプだったんで、やっぱちょっとこうなっちゃいますよ ね。 そうですね。じわじわ蹴りのフェイント出せない。あとはもうちょいあの久保ジグロフック出たところカウンター。いいタイミングで入りましたね今。いや平子さん、これがあるんですね。そうですね、思い切って踏み込んだんですけどもね、やっぱりテクニックがありますよね。まさとさん、踏み込むだけにこれがあるんですね。そうです、なんかでもちょっとあの久保選手右目ちょっとなんかおかしくないですか、ね、はい、なんかちょっと変えてますよね、はい、変えてるかもしれない左フック。あ、そうですね、れ久保の、ね、何が当たったんだろう。右目が腫れてます。そうですよね、だいぶ久保の右目が腫れているということは、久保から見ると右から来る攻撃が怖い。左入れていきます。これどう考えているか、ちょっと難しいかもしれませんが、もし捉えられたら久保選手の右目の当たる、うおっと第1ラウンド終了。久保選手がパンチ当てたけど、あの同時に山崎選手も当てたんでしょうね。そうでしょうね。これちょっとスロー見ないと難しいところですが、いやでもあれがあるんですね。あれも久保選手やっぱり今日仕上がりもいいですね。やっぱ体つく見てもそうですけど、1回戦の唯一判定だったじゃないですか、はい、派手さはないんですけど、やっぱり
実力あるんですよね。そうですね、やっぱり山崎が出したところ左を、ああちょっともらってんだ最初の、ああなるほど、左のジャブを。さあ平子さん、いかがですかね、ちょっと目のねことも心配ですけどね。そうですね、でも一発今のような形で見せられると、踏み込みの一瞬の躊躇っていうのができるかもわかんないですよね。中村さん、これね、はい、久保から見て右側から来る攻撃は果たしてどうか。そうですね、左フックとか山崎選手の、ね、飛び込み際のありますからね、うん、山崎選手左のジャブ出したいですよね。あ、なるほど、はい、あかなり身が塞がってきています。それ自分で今モニターで確認しましたね、久保選手。さあこの山崎の左の攻撃、前の手の攻撃ですね。やっぱ相手がサウスポーでもジャブを出さないとダメなんですよね。はあ、はあははあ、ジャブを出すともっと入りやすくなるし。なるほど、うわ、もう一つ出した左フック、空を切る、ハイキック、ガードしてる、上木曽根。やっぱり山崎選手としてはあのダウン取られてるんで、取り返、最低でもダウン1個取り返さないと。そうですね、蹴りの、ここは蹴りまで出せません。なかなかこんな展開が1ラウンドからは続いています。しかしあの一瞬でした。出てくるぞ、左出しながらです。ベイ、サイドキック、回転の前に止めた。左フック、フックを切った。平子さん、いかがですか。山崎選手はあのサイドステップで少し円を描きながらの動きはまだあるんですけど、1ラウンドの時よりも距離が確実に縮まってますよね。近いですね。やっぱりちょっとサウスポーやりにくいですね、山崎選手。あ、やっぱりそうですか。やっぱり上出る、右、フックを蹴る、左、伸びてくるパンチ、すごいテクニックだ、ディフェンスも。あのワンマッチでサウスポーってやるんだったらサウスポー対策でサウスポーとスパーリングやってればいいんですけど、トーナメントなんで誰が当たるか分からないじゃないですか。そういう意味ではやっぱサウスポーは有利なんですよね。そういうことなんです ね。うわー、刺してくる左、また空を蹴る、すごい。ちょっと中村さん、久保もすごい集中してますね。そうですね、本当に久保選手の昔のいい時の久保選手の動きなんじゃないですかね、うん、今日は。あの紙一重で全部パンチ避けてましたね、先ほど。ストレート、いい、これです。あの山崎選手、ハンマーパンチ、これ、うわ、目が離せない。蹴り、ハイキックを出す、前蹴り、止める、リードのジャブ。あのやっぱサウスポーなんで、はい、自分から攻撃出せない、自分からパンチが、うん、だからカウンターでは出せるんですけど、こういう場合蹴っていけばいいんですよね、もうちょっと。そう、ね、蹴ってからパンチにつなげる、うん、ちなみに序盤山崎さんローとかも蹴ってたんで、うん、ああいうのが ただもうあのダウンを取らないと取り返せないということで、はいはい、ローキック忘れちゃってるんですよね。なるほど、ね、山崎ちょっとここは出られないか。サウスポーだから打てないんですよね。うん、左、はい、これ山崎逆に回るっていうこともあるんですかね、本当は。作戦としては今自分の右に回ってますよね。そうですね、ただ本当にサウスポーはそうかなんで、うん、回らされてるっていう部分もあって、左フックやりにくいんですよね。いや、平子さん、その山崎選手は右のハンマーパンチで、ね、あの木村選手下した戦いとかもありましたから。そうですね、思い切った攻撃出てるんですけども、スーッと本当に柳に攻撃をしているかのような。なるほど、中村さん、はい、どう映ったんでしょう、このラウンドは。2ラウンドはそうですね、まあ、そんなにこうコンタクトは少なかったですけど、うん、まあ、その中でも、まあ、久保選手うまく、やっぱりプレッシャーもかけながら自分の距離で、うん、過ごした時間長かったのかなというか。なるほど、ね、そういう印象は残りましたね。すごいですね、今のシーンは。こう見る限り、まあ、それほどこう影響ないようにも感じますが、でも腫れてきてますね、まぶたが塞がってきています。ちょっと見にくいんじゃないでしょうかね。そうでしょうね、まあ、トレーナーも務める弟の健二さんですね。 K-1 ジム五反田の代表となりました久保優太。佐藤さん、次のラウンド、まあ、ちょっと2ラウンドはああいう動きのないというか、なかなか出られない展開、出られないかったですね。ただ2ラウンドの時点で蹴らないと、逆に3ラウンドもっと倒さなきゃいけないっていう、ラウンド余計バッチでいっちゃうんですよ ね。 そうですね。そして久保優太にとっては今日6ラウンド目になります。
前蹴り山崎、久保、山崎、久保は蹴りたいですね、うん、左振ってきた、すごい芸王へのリベンジ、その気持ちがあります山崎、インドーダー調べた、このインドーグラウンドから行きたかったですね、うん、でもこれいいですよ、蹴っていった方が、そうですね、まあ、お互いに1年4ヶ月前のトーナメントでは芸王に敗れた2人です。芸王に顔面を潰された山崎、そして芸王に失神させられた久保、芸王に続き、左フック、空を切る、すごいテクニック、山崎選手ね、やっぱ一発があるんで、うん、その一発がね、当たればなんで、まだ分かんないですよね、このラウンドも。今みたいにうまく攻撃散らしていけば。そうですね。間合いを詰めた。平子さん、どうでしょうか。山崎選手の思い切りのいいフックなんですけども、ちょっと見極め始めたような。右、効いた、効いた、テンプル効いた。足来てる、効いてる。山崎、左、ハイキック、ガード上げてる、久保。動いた、大きく動く。出るか、いやでも久保前に出てこれ防いでる、山崎出られないか、行くか、あ右の方が腫れてる、顎のあたりですね、そうです、顎も腫れてますね、バクロー空を切った、これ見えてるのか、山崎も足苦しいか、久保選手の右の頬のあたり、かなり顎のあたりですかね、ちょっと普通の腫れ方じゃないですね、あれはちょっとドクターチェック、ここ頬が腫れてます、うわ右手短い距離で右打ち下ろしてきます、なかなかやっぱああいう大きいパンチだと、うん、当たらないですね、山崎接近してコンパクトなパンチが欲しいか、そうなんですよ、ジャブが出したんですよ、なるほど、ハイキックだ、残り1分切った、第3ラウンド、ハイキックを返す久保、うわ逆の回し蹴りも見せた、おお、これがトランチ、必殺技、隠していた必殺技を出した山崎、いやこれでイーブンじゃないですか、まさにイーブンだ、山崎ここで畳みかけるか、満身創痍は久保優太、山崎が上げカウント、倒れないか、久保が出る、いやすごい、準決勝第1試合に負けていない、どっちのコールなんだ、2人の名前のコールが交錯する、まだ行く、左空を切ったか、残り10秒、お互いに1つ下を向いています、取り返した、本当に浅田さん、あれ隠してて考えてたんでしょうかね、いやもう元々空手かなんかやったんですよ、ね、その蹴りですよね、やっぱりもう体に染みついてる、多分子供の頃から持ってる技ですよね、ここで出た、出ましたね、いや平子さんどうですか、3ラウンドの終盤まであのフックを見せておいてのこの軌道のこの角度からの蹴りは想像できないですよね、なんという懐の深さ、中村さん何蹴りって言うんですかね、そうはちょっと分からないですけどまあでも久保選手もねこう復活かき立てるいい動きだったんですけどね、いや久保も素晴らしかったあのテクニック、だけど本当にこれが K-1 のトーナメントなんですよですね、本当に死闘ですよね、決勝に残った2人はあの壮絶な戦いをした山崎秀明と野入正明です、この2人去年8月対戦しています、極上の戦いどうぞご期待ください。